ようこそお参りくださいました。武田正海の仏心チャンネル。えー、本日は一切回復というテーマで、えー、皆さんと一緒に仏教のことを考えていけたらなと思っております。えー、仏心チャンネルでは、えー、私、えー、浄土真宗本願寺派、光禅寺の僧侶をしております。えー、そしてまた臨床心理士、公認心理士ということで心のカウンセラーをしておりますので、えー、このチャンネルでは仏教と心理学、えー、皆さんに仏教を楽しくわかりやすく 身近な悩みに応えていけたらなと思って動画を作らせていただいております。えー、様々な動画をどんどん出していこうと思うので、えー、繰り返しお参りいただきたいという方はチャンネル登録いただけると嬉しく思います。さて、本日のテーマは一切乾句、えー。皆さんお聞きになったことはあるでしょうか一切というのは全てのものということでございます。そして皆苦しみ、私たちの人生というのは 全て皆苦しみなんですよという仏様の教えでございます仏教の教えお釈迦様の教えにはさまざまなお言葉があるんですけれどもそれらの一番基本となる、えー、仏様の教えの、えー、中の一つになるのがこちらの一切俳句でございますどうですか、えー、ネガティブな言葉なように思いませんか私たちの人生が皆苦しみであるというふうに言われるとですね、えー、そんな人生嫌だなと。 思われるかもしれませんがこちらの「苦しみ」という言葉私たちが感じているいわゆる「苦しみ」というものとは実は少し違う意味が込められていますもともと仏教というのはインドで生まれましたインドの言葉では「ドゥッカ」と言われてたそうなんですがこちらの「苦しみ」もともとは「思い通りにならない」という意味が込められていたそうでございます 私たちの人生は全て思い通りにならないんだよということをお釈迦様はおっしゃいましたさて皆さん今あなたは何かに苦しんでいますかということをちょっと今日は考えていただけたらなと思いますどうですか苦しみありますかちょっと最近暑くなってきたので暑いのが嫌だなとかですね仕事が嫌だなとかコロナウイルスが不安だなとかいろんなことがあると思うんですが自分の苦しみ 言葉にするの実は難しいと思われませんか自分の苦しみをですね私は今これに苦しんでますよっていうのを表現するの実は結構難しいんです、えー、カウンセリングでは実はこういったところから最初に始まることがよくあります、えー、なんかモヤモヤするとか何か落ち込んじゃうとかっていう時にですねあなたは今何に苦しんでますかどういう風になりたいですかという風に聞くところから カウンセリングは始まるんですが、えー、まさに仏教も同じでございます。一切仮討、私の苦しみとは何だろうか、えー、ここと向き合うところから仏教は始まっていきます。えー、そして、えー、この苦しみに向き合うときに、お釈迦様は苦、人生は思い通りにならないんですよ、ということをおっしゃっておられます。さあさあ困りました。 私たちはですね自分の人生を思い通りにしたいんだけどそれが思い通りにならないから苦しみですね生み出しているわけです。お釈迦様は思い通りにならないもの一体何があるのか苦しみというのをもう少し詳しく分類しておられます。四苦八苦 ととといいいいいいううう言言葉を聞たたことある人多いんじゃななでしししょか方ますよね、えー、何かに苦労してですね、何かこれをやっていこうと思った時にうまくいかずに、いろいろやってみたことを宿泊したんだというような言われ方をするんですが、もともと仏教の言葉なんですね。仏教の言葉では私たちの苦しみを分類したんですね。お釈迦様がまず死、えー、私たちの人生の根本の苦しみ。そして白、白 私たちがどのようなもので苦しんでいくのか詳しく分類していかれたわけですね。お釈迦様がじゃあ一体何を私たちにとって苦しみとしておられるのか見ていきましょう。まず死苦というのは分かりやすいんですよ。症老病死と呼びます。症老病死。私たちが生まれてきて、年をとって、病気になって死んでいくこと、これは皆苦しみであるというふうにおっしゃったわけでございます。 生ままれててききたものは必ず歳を取っていきますそしていずれは病気になって死んでいくこれらが思うようにならないということはですね当たり前だと皆さんお思,思いでしょうが自分が年を取ってきた時ちょっとでも年を取らないように頑張りましょうアンチエイチングというのが今の世の中になっております。歳をできれば取りたくない そして病気にはできればなりたくないということで健康食品、えー、大変売れてますね。サプリメント、えー、取ってみたりですね。ジムに通ってみたり。これもとっても大事なことなんですよ。ただ私たちはこの死苦からはどんな努力をしても逃れられないんです。死にたくない死にたくないと思っていたとしてもいつかは必ず命は終わりが来る。このことに真剣に向き合いなさいよと言われたのがお釈迦様でございます。 頭では分かっていてもなかなかできませんね。さて、えー、私たちの人生はね、えー、それだけじゃないんです。この生まれてきて、年を取って時間を重ねるだけじゃなくて、もっとね、苦しみ、皆さんもいろいろあると思います。お釈迦様の分類、ハックの中にはですね、いろいろあるんですよ。まずはじめに、愛別陸。これは、愛する人、愛するもの、自分の好きなものから離れなければいけないという苦しみでございます。皆さんどうですか 大事な方いいらっしゃいますかご家族であったり大切な方であったり、えー、ペットであったり、えー、自分の好きなものであったり、えー、これらと離れるのはとても悲しいことなんですね苦しいことこれがまず愛別陸そして次に音像エクこれは嫌いな人嫌いなものと生できればですね自分の好きな人とだけ付き合っていればいいんですがそうはいきません。 えー、なかなか人間関係の中ではですね、この人自分と合わないなとかですねいや、あんまり好きじゃないなという人がいるんですけど、そういう人と出会っていくこと。そして自分のやりたくない仕事であったり、嫌いなことであったり、いろいろあるんですが、こういったことからは逃れられないんです。必ず出会っていきます。そして、グフトック。これは求めるものが得られない苦しみでございます。自分が欲しい欲しいと思っていたものが、 手に入らないというのは大変な苦しみでございます。これもお釈迦様、四苦八苦の中に数えておられます。そして最後、五運ジョーク。これはちょっと難しいんですけどね。五運というのが私たちの体と心。これが五運。ジョークというのはこれらの煩悩が盛んで思い通りにならないということでございます。皆さんどうですか自分の体、思い通りに動きますか自分の心、思い通りにコントロールできますか えー、自分の心や体実はコントロールできているようで難しいですでこれ特にですね若いうちは結構できているような気がするんです健康で元気なうちはできているような気がするんですところが風邪をひいた時5分丈夫だなと思うんですよ鼻水が出てですね喉が痛くなって頭が痛くなるこれない時は何てことないんですがそうなった途端に自分の体が思い通りにならないことの苦しみ、えー、すごく強く感じるようになってくるかと思います さあ、どうですかあなたは今、何に苦しんでいますか小老病死、愛別理屈、温蔵液、愚婦徳、ご分ーク苦何か当てはまるものがあったでしょうかすべ、えー、て心当たりがあるのではないかなと思います。私たちの人生、生きていく中で思い通りにならないとき、自分は一体何に苦しんでいるのか これと向き合うときにですね、お釈迦様のおっしゃったこちらの四苦八苦、ぜひですね、参考にして、自分は今これに苦しんでるんだな、ということをまず気づいていくこと、とても大事に、大事なことになってきます。そしてでは、じゃあ、仏教ではこれをどう捉えていくのか、どうすれば楽になるのかということなんですが、この一切仮育の私たちの人生、これを一体どう捉えると、もう少し仏教的になるかというとですね、お釈迦様は、 無常そして無我という言葉で表現しておられます。無常というのは常ではないということですね。諸行無常という言い方もしますが、私たちがこれが当たり前であると思ったものは、 当たり前じゃないんですね。命あると思っていても、年ごとって変化をするし、いつかは死んでしまうわけです。自分のものだと思っていてですね、自分の持ち物、これ私もお気に入りの術なんですが、術だって使っていくうちにだんだん古びてきてですね、いつか壊れてしまうわけです。私たちの持っているものというのは常に変化をしているのが当たり前だというふうに捉えていくのがとても大事だよということになります。なので、調子が良くてですね、えー、嬉しいなと思っていてもそれが長く続かない。 ということもありますし、逆に言うと、調子が悪くて、今どん底であると思っていた状態も、それはいずれ変化をしていくわけです。えそしてもう一つ、無我という言葉にも、えー、目を向けていきましょう。無我、私がないということでございます。四苦八苦思い出してみてください。なぜこれが苦しくなるかというと、私のものだ。 私というものはこういう存在であると思うからなんですね。私は二十歳のピチピチの体で元気よくっていうのが私だと思っていくとですね、年、えー、を重ねてきた頃に、えー、自分の見た目が変わって動きが変わってきたことがショックなんです。自分は健康で元気なんだと思っていると病気になって死んでいくことが大変恐ろしくなっていくんです。で、それだけじゃなくてですね、えー、誰かと出会った時に好きな人、 嫌いな人というふうにいろいろ思った時にですね私を好きなものは私のもの嫌いなものはあっちに行ってって言ってるところがですねこの苦しみをより深くしていっているわけですねで、私たちはこの無我の存在であるからこそ自分一人では生きていけないということになりますここに当たり前に一人で座っているようであっても 私の命を支えている周りの空気があります、えー。水があります。自然があって、食べ物があります。周りの人たちとのつながりの中で私たちは生きているということを感じることができれば、この一切回苦の人生、辛い辛い苦しみの人生ではありますが、その中で自分たちの歩んでいく道、見えてくるかもしれません。<laughs> さて、最後に。 えー、死体発症状というのがですねお釈,お釈迦様がじゃあ実際こうやって生きていきなさいということを教えくださいました、えー、いろいろですね一切回復とか無情とか無我って言われてもじゃあ一体どうすればいいんだよというふうにこう思われたかもしれませんがお釈迦様はですね実際に 自分の苦しみと向き合って、それから先どうやって生きていけばいいのかということについても教えてくださっています、えー。こちらの死体発症動についてはですね、また別の動画でご紹介しようかと思っておりますので、えー、ぜひまたですね、ご覧になっていただければなと思います。えー、またですね、こういういろんな角度からの教えについて、えー、皆さんにお伝えできたらと思っておりますので、えー、ぜひですね、見逃したくないなという方はチャンネル登録していただけると嬉しく思います。さて、 えー、物心チャンネルでは、えー、このように仏教と心理学様々な形でお伝えしていますが、えー、土曜日の夜9時から物心チャットということで、えー、ライブ配信で皆さんからのご質問、えー、皆さんからの悩みの相談を受けてですね、みんなで話すということもしております。えー、そしてまた、物、えー、心ラボということで、 皆さんにアンケートをお配りしてですね、じゃあ実際今みんなの苦しみはどうなっているのか、そしてじゃあ何ができるのか、これを心理学的に考えるということも少しずつしていこうかなと思います。えー、仏教と心理学、興味を持っていただける方は、えー、ぜひ今後ともお付き合いいただけると嬉しく思います。それでは、えー、最後までご視聴いただきありがとうございました。またのお参りをお待ちしております。